30分以上お水につけておきます。膨らんでる方を包丁でカットしておきます。こんな感じ。200度に予熱しておいたオーブンで焼いていきます。30分後焼けました。少し冷ましてから剥いていきます。簡単に渋皮まで剥けるので助かります。オーブンで焼くのもおすすめです。